道館まであと4日、本日は、渋谷ラママで、ジュンスカイウォーカーズのファンクラブ、会員の限定ライブにゲストでお邪魔してきました。ジュンスカイウォーカーズの皆さん、ラママの皆さん、スタッフの皆さん、お客様ありがとうございました。武道館頑張ろう。2022年1月の3日ですね、日本武道館でワンマンコンサートを行います。ニューロティカのアクション。日本武道館でワンマンライブをやります。皆さん、ジュンスカメンバーチケット買ってくれました。もうこの時点で涙がちょちょ切れるって感じですよね。どうするんですかね。でステージからみんなバンドマンがさ、はい、ねえ、で来ないバンドは次の日 SNS で上げるんで、お前これ37